どうも山田です。なんかニュース見てたらですね、やっぱコロナ関係のねニュースってね、まあ見ない日ないんですけど、なんか面白い接種会場のニュースみたいなやつが流れてきて、なんだと思ったら、パチンコ屋さんの中でワクチン接種をできるようにして、あのパチンコってなんかその台の前にある椅子だよねに座って待つっていうのを今実施してるのが大阪にあるらしいんですね。で、まあ、待ってる間ねパチンコをまあこう打ちながら待つとかじゃないんですよ。そうじゃないんですけども、なんかそんなとこでもワクチン打つのと思って、なんかやっぱ今なんか何なんだろうね、まあ、何をどう考えてそこで打とうみたいなことになったのかわかんないんだけども、ただまあなんかそのどうやらね、そのパチンコの台がわーって並んでるその列ごとにお客さんをこう配置してるから、めちゃくちゃソーシャルディスタンスを保ててるらしいんですよ。なんかもうそんなとこでやっていいんだったら、じゃあもうどこでも打っていいよねと思って、まあ一応僕ワクチン接種終わってるんであれなんですけども、なんかねそういうねこうもっとこう打ちやすい環境がねもっと整ったらね、まああと面白い店舗とかねやってくれたらね、なんか話題になってねワクチン接種する人増えんじゃねえかなってね、そのニュース見て思いましたけれども、まあ今日はですね、まあそういったニュースではなくてポケモン GO の新イベントのニュースが、来ましたので、そちら見ていきましょう。ファッションウィークについてですね、こちら来週スタートのイベントなんですけれども、トリミアンがここで実装すること自体は分かっていたんですけども、トリミアンの実装方法が今回判明したんですよね。ちょっと特殊なポケモンなので、あと今回ですね結構いろんな色違いが狙えるということが判明してきました。ということで、ちょっとファッションウィークのねイベント詳細ですよね、こちらの方を見ていこうと思います。ということでやっていきましょう。はい、こちらゲームイズのね、ファッションウィークの詳細についてのページでございます。イベントバナー可愛いっすよね。真ん中のトリミアンもそうなんですけども、左側のさ、このニューラね、サングラスに帽子、なんかちっちゃい帽子、ジョン・レノンみたいなメガネしてますけれども、これバタフリーをこれ頭リボンつけてんのね。あれっぽいな。サトシが連れていたバタフリーがね、バイバイバタフリーでね、メスのバタフリーを連れて、ふーって、フリーって言って行っちゃったんだけど、その時の相手のバタフリーなんかリボンつけてた気がするな。非常に可愛らしいなと思うんですけれども、イベント自体は9月21日火曜日からスタートで9月28日ということで、1週間開催ですよね。で、トリミアンが初実装なのも、まあもちろん分かっていたんですけども、フォルムチェンジ機能が今回実装となります。はい。これ今までありませんでした。フォルムが違うポケモンっていうのは基本的に別のポケモンの扱いなので、捕獲っていうのをね、いろいろこうそれぞれしなきゃいけなかったんですけれども、今回はなんとフォルムチェンジができるようになりますということでございます。いや、5年目の新機能。びっくりですね。それ以外にもですね、今回特別な衣装のポケモンの色違いが実装されます。さらに、メロエッタ。はい。ついにですね、こちらがですね、全ユーザーがですね、捕獲できるチャンスが来たよ、といったことでございます。一個一個見ていきましょう。はい、今回からトリミアンが初実装となります。トリミアンね、僕、何々ポケモンっていう前提のとこ全然知らなかったんですけど、プードルポケモンっていうことらしいですね。まあ、なので、カットによっていろんな姿になれますよ、といったそういったポケモンでございます。すごいいろんなね、フォルムがあるんですけど、合計10種類ですね、あります。ちょっと見ていきましょう。はい、なんとですね、今回このトリミアンのフォルムなんですけれども、この野生の姿という一番シンプルな白いやつをですね、カットすることをいろんなものにできるんですけども、これ国によって土地によってで、何のカットができるのかが異なります。日本国内のユーザーさんですよね、は、ここに載っている3つがね、可能です。マダムカット、ジェントルカット、歌舞伎カットですね。この3つのみですね、できるんですね。で、これ以外のカットがですね、いろいろあるんですけど、まず、レディーカット、ダイヤカット、スターカット、クイーンカット、キングダムカット。この5つはですね、日本だとこの機能を使っても作ることができないですね。はい。で、さらにハートカットっていうのがあるんですけども、これはですね未実装となります。今後登場予定というふうに言われています。まあハートマークということで、なんだろうな、なんか来年とかねの、例えばバレンタイン時期とかに全国で全世界でハートカット実装とか、なんかそんな感じになるんじゃないかなとちょっと思いますけども。でしかもこれね、歌舞伎カットはですね日本でしかできないんですよね。今回アジアでできますよみたいなカットもあるんですよ。それ下ちょっと見ていただくとわかるんですけども、このスターカットはアジアではできるんですけども、アジアの中でも日本だ
けスターカットができません。で、スターカットができない代わりに日本限定歌舞伎カットがありますよっていう感じなんですよ。レディーカットは南北アメリカ、ダイヤカットはヨーロッパとアフリカ、カッコそれぞれフランスとエジプトを除きます。あと中東ですよね。クイーンカットってのはフランス、キングダムカットってのがエジプト。まあなんかわかるよね。なんとなくそこの国をモチーフにしてんだろうなというようなやつはその国でしか作ることができません。ということで、これトリミアンはですね、すべてのカットをコンプしようとするとですね、世界各国回らなきゃいけないんですね。すんごいハードル。まあ別にゲットしなくても、ポケモン GO のプレイにおいては、要はカットの形によって、例えばその本人の種族値が上がるとかそういったものじゃないんですよね。特定の、トリミアンをですねカットとすることによって種族値とかそういうものは変わらないんだけど、姿だけ変えられるよっていう、そういう要素なので、まあ有利不利はないです。ゲームプレイする上での有利不利はないです。単なるコンプリート要素の一つだと思ってください。まあ将来的にいろんなものが落ち着いたらみたいな感じになるのかななんてね、ちょっと思いますけれどもね。で、このフォルムチェンジの仕方がすでに判明しています。ボックス内のトリミアンですよね、に姿を変えるってボタンがもう普通に用意されてます。で、ここでですね、星の砂1万および飴25個、この両方のコストを支払うことによってフォルムを変えることができます。これどうなるんだろうね。フォルムちょっと実際イベント始まってみないとわかんないんだけども、なんか図鑑があって、これ全部埋めていく形式になるのかね、それとも図鑑とかで一応トリミアンゲットしてれば全部確認することができるのかね、パッチールみたいな感じで何番何番みたいな感じで埋まっていく形式だとすると、埋めたいっていうユーザーさん出てくるよね。まあ僕もあったら埋めたい側の人間ではありますね。まあトリミア以外にもですね、新要素来ます。見てください。まずですね、今回3種類のポケモンがですね、特別な衣装で新規で追加となります。で、それ以外にもですね、以前ねイベントとして来ていた、ポケモンたちですよね、ちょっと特別なコスチューム着てるやつだってね、以前追加されていて、こいつらも今回出てくるんですよね。なので以前いた4匹プラス新規3匹、合計7種類、7匹の、特別な衣装のポケモンが、出てきますと。見ていきましょう。まずはバタフリーですね。こいつがさっき言ったリボンつけてるやつですね。あとはニューラ、さらにシママですね。はい。で、これそれぞれ捕獲の方法ちょっと変わってきます。バタフリーはレイドと野生。ニューラは星1レイド、シママは野生となっております。バタフリーはもう公式は今回レアだって言ってますね。あとは、まあ、7キロ卵のムチュール、7玉、および星1レイドコリンク、星3レイドキルリア、野生グレックルというふうになっております。で、これ全部色違いが今回実装となるんですけれども、シママ今までポケモン GO 内では色違いいなかったんですよね。なので、今回この新コス、色違いシママですよねが実装されたことによって、通常のシママじゃどうなんだってね、やっぱり気になる方いらっしゃると思います。これですね、色違い自体は実装されて、このイベントが終わった後ですね、コスチュームがついていない色違いのシママ、これを狙うことが可能となりますというふうに公式さんから発表がございました。まあなので、ファッションウィーク1週間で色違いコンプしたい場合よ、7種類全部やんなきゃいけないし、野生も卵もレイドもバンバンやんないと無理なので、これコンプはもう無理くね。仕事休んで寝る間も惜しんでやんないと無理くね、これ。はい。皆様、体を大事にいたわっていきましょうね。無理しないでね、みんなね。今回野生で出現しますよ、というふうに公式がちゃんと文章として書いているのはこの辺ですよね。トリミアン、キルリア、シママ、グレックル、バタフリーと。はい。まあ、全部色違いね、ワンチャン。まあ、トリミアンに関しては色違いはあれなんですけども、今回実装されていないんですけれども、飴集めですよね。姿変えていく時にも飴必要なんで、まあ、今回ちょっと多めにですね、ゲットしておきましょう。7キロ卵ですよね、の中身も今回切り替わあります。今はガラルとか、アローラのポケモンですよねっていうのがもうワッと入っているよって状態なんですけれども、ムチュールとコリンクですよね、これが7キロ卵の中に入ります。で、これ以外にもですね、おそらくいると思います。この4匹以外にもね、生まれてくるやついると思うんで、で、これ要はイベントスタートして7キロ卵取得さえしちゃえば、何が生まれてくるのか、どれが確率高いのか低いのかっていうのが分かるので、まあ、そこちょっとね、確認しようかなというふうに思います。はい。あとメロエッタ
らのスペシャルリサーチですよね。はい。こちら、ゴーフェスのチケット有料のやつですよね。を購入してイベント参加していた方はすでに、お持ちだと思うんですけれども、当日あれ参加していなかった方、チケット買っていなかった方ですよね。にも、今回メロエッタが入手できるようになりました。まあ、今までもそうだったんでね、ゴーフェスチケット購入した人しか幻手に入らないんかいなんてね、そんなことあったら大暴動起きますからね。ということで、こちらですよね。皆様やっていきましょう。すでにですね、ゴーフェスでメロエッタ捕獲済みの方ですよね。っていうのは、今回のスペシャルリサーチでは、メロエッタの飴のみが入手できます。2匹以上ですね、メロエッタを保有することはできないので、覚えておいてください。あとは、今のいたずらなシーズンの新しいタスクですよね。新しいスペシャルリサーチ、こちらも解禁となります。まあ、こちらね、報酬が何になるのか、難易度がどの程度になるのかっていうものがですね、気になりますね。当時チェックしていこうと思います。あとは、トリミアンウィックっていうのがアバターで今回ですね、入手できるんですけど、これなんとタイムチャレンジの報酬とのことでございます。購入とかじゃないんですよね。はい、なのでこちらもですね、ちょっとちゃんと進めないとね、タイムチャレンジね。はい、で後日ショップでも購入可能。あ、そうなんだ。期間中にクリアできた、入手はできなかった場合でも、買えるよってことですね。まあ、だから買いたくない人はさっさと取れってことね。はい、頑張ります。僕もちょっとこういったタイムチャレンジでちゃんと入手しようかな。あとですね、こちら最近なかったですよね、ポケストップにトレーナーが登場しますと。こちらイベント期間中はですね、ポケストップにおしゃれなポケモンなどを連れたトレーナーが登場しますと。トレーナーとバトルを行い報酬ゲットしようということでございます。これまあ、ロケット団的な感じですよね。ああいう感じでポケストップに、まあ、トレーナーが立っているという風に、まあ、覚えておいてください。あとはフーパーモチーフアバターっていうのもね、このタイミングで、販売とのことでございます。まあ、これもどんな感じなんだろうな。リング持ってるのかな、こうやって。はい、ということで、まあ、ファッションウィークの詳細についてはこんな感じでございます。いや、色違いすごいいっぱい狙えるから頑張ろう。新しいコスチュームね、特別な衣装が普通に可愛いので、それも欲しいけど、それの色違いはもっと欲しい。色味で言うとニューラの色違い欲しいな。ピンク色で可愛いんだよ。で、それがね、サングラスつけてるってね、なんか余計可愛い感じがするんでね。ということで、今回はこの辺で終わると思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。山田チャンネルメンバーシップスタートいたしました。もしよろしければ概要欄からチェックしてみてください。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。